今年プロ15年目なんですけど、そのシーズンオフと違って動きたくても、まあ、動くことができないという環境だったので、まあ、逆にそういう期間で何ができるのか、まあ、考えるとか、まあ、チームの、まあ、オンラインでのミーティングもありましたけど、まあ、自分たちがどういうふうにやるのかとか整理する時間にはなったと思うので、まあ、そういう意味では、まあ、みんなできない分、まあ、そこの差はつくんじゃないかなと思いました。フィジカルコーチがメニュー出してくれたりとかしてたので、まあ、それをやりながら、まあ、自分のコンディションが何て言うんですかね、今日これぐらいできたとか、まあ、自分の中での、まあ、達成感とか目標を見つけてやってたって感じなので、まあ、逆にもう、まあ、緊急事態宣言が解除されて、こう6月27っていう明確な目標ができたので、まあ、そこからはすごくみんなモチベーションも高く、より高くなったと思いますし、まあ、本当に自粛の期間で、まあ、その SNS やってる時もやっぱ早く試合を見たいとか、まあ、プレーしてるとこ見たいっていう声をたくさんいただいて、まあ、本当にその自分たちの役割というか、まあ、自分たちの存在価値みたいなものを、まあ、確認できた部分もありますし、やっぱ週末にこう J リーグがあることの喜びとか、まあ、僕らもプレーする喜びっていうのを、まあ、再確認できた期間だったと思うので、まあ、再開して、まあ、最初はちょっと無観客かもしれないですけど、まあ、そこからまた少しずつ気持ちをこうサッカーに、まずサッカーの気持ちを作ってもらって、こう一緒に戦えるピッチで戦える時に、まあ、爆発させてもらえるように、まあ、僕らもその気持ちでやりたいと思って、そういう準備したいです。一緒に、まあ、喜びたいというか、まあ、笑顔で迎えたいので、はい。